プログラミングを通して児童に論理的な思考や問題解決能力を養ってもらおうと、伊万里市の小学校でドローンの操作体験が行われました。あ、待って、落ちるかも。この体験会はドローンに飛行ルートや高さなどをプログラミングし飛ばすことで、児童に論理的な思考や問題解決能力を養ってもらおうと、多久市でドローンの実証実験などに取り組む団体と育友会が開きました。いや、ダメだ、ダメだな、もっといかんわ。来た、600いくか。5メートルです。5メートル。どがん道で行くと思います。まだまだまだ。参加した27人の児童たちはグループに分かれて話し合い、ゴールの飛び箱までドローンを飛ばすため紙にルートを書き込み、タブレットのアプリを使ってプログラミングしました。難しいけどあと少しでできそうだったので楽しいです。田んぼとかの、農薬をまくときとかにまたこういうのをするかもしれないから、そういうのに生かしたいです。